皆さんこんにちは。こんにちは。声が小さいよ、はい、もう一度こんにちは。こんにちは。じゃあもうちょっと大きい声でいいかな。こんにちは。はい。こんにちは。はい。それじゃあね、今日はですね、ナポリタンを作ってみたいと思います。今日ね、はい、まあナポリタン実際作っていくんですけど、はい、まあこういう活動をね僕らはやってるわけなんで、あのまあいろいろ楽しくやってます。はい。はい。じゃあ行きましょう。はい。はい、今日こちらのゲスト B さんがナポリタンを、ね、作ってくれます。ゲスト B さんです。ちょっとね、僕たちの脇にもコロナが出たんでね。そう、換気しながら。そう、どことは言えないんですけど、まあ、丸々の M がつく店でね、 M がついて最後ドで終わる、大量に出たんですよね。 M がついて最後ドで終わる店です。ふんふなるどですね。ふんふなるど。すごいて。というか、もうなんなんこいつ、うざい。それ、あの、シュッて言ってシュッて。え？消えたの？え？おい！消えちゃって。あれ？消えたの？あ、いや、消えてない。こんなもんかな。あ、消えた。じゃあまあね、僕たちの、あ、この中にゴミは入れる感じでお願いします。じゃあ、装備入れて。はい。あ、あ、あ、あ。何？あ、何？出しちゃいけ。あ、まあいいよ、俺はもう所蔵品そろそろなくなるってさ。なんで？え、だって YouTube ね、小松さん。やめる。いや、新しく、もうガチで始める系さ。肖像権結局なくなる。あ、一人見てる。こんにちは。こんにちは。どうもー。基本的に多い顔出しなんで、あれ、線早いけさ、こういう、マスクとメガネとフード。よいしょ。新玉か。手洗った？洗ったよ。もう誰か手伝って。俺は手洗ってないんでしょ。洗ってきて。痛めるわ。いや、痛めるのは私でもできる。じゃあゴミとか捨てる。あ、お願い。え、切れん。これどうするん？どうするん？これ。これは一応入れとるだけ。え？入れとるだけ？うん。お湯は？とりあえず今、置くとこがないけさ。あ、じゃあ、じゃあ、置くとこ持ってきて。これ、この、トムハントの。はい、どうぞ。はい、師匠。どうぞ、こちらで。え、どれなんですか、最初は。え、俺も入れたらお返し返ってくるんですか。やべ。結構100円入った。よかったよ。めっちゃ綺麗ですね。結構偽物？え、どんなお返しが返ってくるんですか？はい。言われる。玉ねぎあんまいらんかな。いや、全部使って。え？残せれんけ。残したらお持ち帰りようと思って。まあでも私今日ラーメンやし、いらんか。あ、生徒 B さんやった。ゲスト D さん。うわ、お前さ、ゲスト D さん。まあいいけどさ、僕は DK です。あ、言っちゃいけない。誰が見てるの。
取れん。へえ、動画とか送ってくれるんやな。めっちゃ静か。いいやん。なんか喋ろ、なんか喋ろ、なんか喋ろ。うわいいね、トムハント。やっとることめっちゃ、なんかリターンがいいですね、止まった。リターンがいいよ。じゃあ俺も手入れよっかな。今ちょっと金ないけど。あ、地面来た。やった。いや、もう違った。バイトでやった。バイトのやつやったわ。なんでバイトのやつ来るねん。ん？玉剣。ねえ。これが。ねえ。ぬえ。ぬえ。オロチ。あ、目痛い。はい。ガマ。これガマ？ちょっとどんなやったっけ。なんで私がやるよるんガマ。ガマ。まこれ。あ、玉ねぎこんなから。芯取って。うわー、文句多い。あっても食べれるけ、別に。死にはする。俺お客さんやからな。え、小松さん入れます？はい。なんか腕が痛い。ここでね、皆さんちょっとお知らせさせてください。え、ここのコメント欄に URL 貼れやん。貼りやる。あ、貼って。え、貼ってください。ですね、僕たちの仲間が今クラウドファンディングをやっていて、あのね、山口県の景色をドローンで撮ってね、全国の皆さんに見せたいということで、あのドローンを、買うためのお金を集めてるんですよ。はい、ね、いいですね。ね、中学生なんですけど、何シークレットモードって、実名まで出してね、本気で集めようとしてるんで、僕は、え、実名言った方がいいんですか今？実名までは言わなくていいんです。言わなくて、まあ実名、富士、なんていうか、まるまるまるさん、まあ、それぐらい覚悟があってやってるってことなんですよ。言われる貼りましたよ。だから、あ、それいいじゃんとね、思う方は、レディフォーに今、マナポートの日常の URL。じゃなかった、コメント欄にあると思うんですけど、それ今発動や、あ、みんな逃げていった。そこにお願いします、よかったら。え、みんな逃げてった。え、それで、リターンがあるんですよ。ここに寄付をしてくれたらなんかリターンがあって、それをですね、今ちょっと、赤いパーカーのメンバーが読み上げます。はい。名前を言った方がいいですか？名前を言って。あきらけん、小松さん。自己紹介、じゃあちょっと読んであげてください。はい、自己紹介読みます。はい、自己紹介、僕は読んでいいですか？藤井圭です。不登校中学生です。学校は何か合わない、強制されるのが馴染めないよという感覚があって、学校に行かないという選択を自分で決めている状態です。それでフリースクールに行っています。そこで好きな釣りをしたり、海に潜ったり、島でキャンプをしたり、よくアウトドア活動を中心にやっています。ゲームもよくやっています。丸が多いですね。ゲームを通じてたくさんの友達ができました。年も違うし環境も違うし、日本全国に友達がいてネットでつながっている。それがすごく楽しいです。一時期プロゲーマーになりたいと考えてましたが、今はちょっと違うかなと思っています。文章を作るのは苦手です。うまく表現するのは難しいですが、この動画や画像で何かを伝えるということをこれからやってみたいと思います。なるほど、なるほど。で、次はリターンですね。はい、リターン、1000円を入れてくれた人、僕が撮った写真をメールで送らせていただきます。リターン5000円バージョン、お礼のメッセージと写真を送らせていただきます。リターン1000、1万円バージョン、
お礼と写真と動画をメールで送らせていただきます。1万円になると動画がプラスされるんですね。入った。はい、1万5000円お礼のメールと写真5枚と動画を1つ送らせていただきます。以上終了。最高1万5000まで。はい、やべ。ってことは1万5000が10に集まったら15万。みんな逃げてった。この人え、これで大丈夫ですか？大丈夫でもこれ URL 飛べないんすよね、なんか。え、飛べない？うん、ここのメールで飛んだら、あ、サファリだったら開けるけど、 Google だったらあれだ、飛べない。え、ちゃんと測った？いや、測らんでも大体目分量できる。いいか、怖っ。怖って言われました。サファリからは飛べるけど、うん、Google の方は飛べれん。塩持ってって。サファリは飛べるけど、はい、飛ばしよう。ちょっと待って、あともう一回。2人も来た、小松さん。ありがとうございます、見てくれて。入ってないと思った。10円玉が再びアナウンスするよ。あ、どうぞ。今僕たちの仲間がですね、山口県から今放送してるんですけど、山口県の景色をドローンで撮って、で皆さんにね、お届けしたいということで、中学生が自分でお金を集めようとしてるんですよ、クラウドファンディングでね。でそれを応援したいなと思ってましてね、もしよかったら、ページだけでも、ね、見てあげてほしいなと思うんですよ。結構ね、ジーンとくることが書いてあるんですよ。自分の夢とかも書いてあるんですよね。そう、僕はね、これはね、応援してあげたいと思う。これ持っとかんとこぼれるけ、もっちょきよ。そこで、そのクラウドファンディングのページの URL を今コメント欄に貼ってますので。え、でサファリじゃないと開かん。サファリじゃないと開かないらしいんですよ。俺の Google やったら開かない。 Google だったら開かない説があるので、その場合はあの URL をあの何ですか、サファリコピーして、それであのプラスチックより木とかの方がいい、ペタって貼って実行してもらったらと思うんですよね。で、リターンが面白いです。リターンが面白い。どういうところが面白いですか？動画をね、はい、歌詞、はい、写真だけじゃなくて動画も送るっていうのが面白いですね。うん、なんかね、顔出し NG な。そう、僕が思うのは、はい、やっぱね、中学生が自分でお金集めれるって結構夢があると思うんですよ。あるですね、夢が。だからそれはいいなと思って。気軽に1000円から行けるっていうのもいいですよね。はい、じゃあね、はい、僕今1000円入金しました。支援が完了しました、応援コメントを投稿しましょうっていう画面が出てきたんで、今僕ね1000円入金しました。じゃあ自分は楽しみにしてます。え、じゃああれですか、今のこれ見ると1000円追加されそうってこと、うん、え、そんなすぐ反映されんか、うん、あ、反映されそう。イエーイ、1000円入りました。イエーイ、ありがとう。イエーイイエーイイエーイ。皆さんがこれで1000円ずつ入れてくれたら俺が踊ります。はい、スパチャみたいなもんや。そうです、踊ります。どういう、ちょっとあのオープニングだけお見せするとこういう感じ。なんで今3人。いや、マジで本当にこれ30日間で14万円を集めるという、企画なんですけど。え、集まらんかったらどうなるんですか？集まらんかったらですね、なしになります。もう全額没収、全額、返金されます。
例えば今俺が1000円入れたとするじゃん。はいはい、入れました今、うん、それで、他の14万円に達成しなかったらその1000円がまた戻ってくるっていう。だからそれだとちょっとさ残念じゃん。いやだから俺がドローン買っちゃげるよ。本当言ったな言ったな残ったよ。でもね、あの僕はね、あのなんだろう、できるだけたくさんの人に見てもらいたい、うん、変な話、14万人が1円ずつ出した方が面白いなと思ってるんですよ。まあ1円っていうのはないけど、あの1000円ですけどね、最低がね。沸騰したらいいでよ。なんで、アーカイブで見てる方もね、これ嬉しいな。食べます、入れてくれたら嬉しいな。全部でいい。は問いま無理。じゃあ半分、もう一回さ、じゃあさ 100g100g で、これ300よ、うん、100g100g で150、150。じゃあさ、はい、なんだっけ、読みましょうか。読みましょう。ちょっと沸騰したよ。まだ沸騰してないよ。じゃあ赤いパーカーの、いや小松さんで、画面外画面外にいる赤いパーカーの方、さっきの、はい、ページ読みます。はい、僕は自己紹介から読みます。はい、僕は藤井圭です。不登校の中学生です。学校には何か合わない、強制されているのは馴染めないような感覚があって、学校に行かないという選択を自分で決めている状態です。それでフリースクールに行っています。そこで好きなアウトドア活動を中心にやっています。ゲームもよくやっています。ゲームを通じて友達がたくさんできました。年齢も違うし、環境も違うし、日本全国に友達がいてネットにつながっている。それがすごく楽しいです。一時期はプロゲーマーになりたいと考えてましたが、今はちょっと違うかなと思っています。文章を作るのは苦手ですが、うまく表現するのは苦手です。動画や画像で何かを表現するということをこれからはやっていきたいと思っています。プロジェクト立ち上げのきっかけ、フリースクールの活動の中で夏に海に行って泳いだり、冬は山…冬山登りしましたっけ。冬したでしょ、大火山とか。ああ。冬に山登りをしているうちに地元の山口県の景色をがかなりいいなって思うようになって、ドローンで映像を撮ってみたいと思うようになりました。最初は iPhone で撮ってたけど、空から撮ったらもっと違う絵が撮れるのではないかと考えるようになり、画質がいい、良くて性能がいいドローンが欲しいと思いました。そして撮れた動画を広めたいと思いました。またフリースクールでライブやフェスに行くためにクラウドファンディングに挑戦していました。僕はそれを見て自分もやってみようと思いました。素晴らしい。これが山口県の周南の大島に行った時の写真です。これですね、図1。これが大津島にいたスナベリの写真です、図2。そうそう、ガチでスナメリがいたんだね。野生のスナメリがね。人魚？うん、人魚、うん、人魚ではない。スナメリってあの白イルカのことね。え、白イルカじゃなかったかね。めっちゃ日焼けしとったよ。え、ちょ、抹茶色でしたよ。そうだっけ。うん、ね、いたんですよ。え、いわゆるジュゴンみたいなやつでしょ、スナメリって。ジュゴン、うん、あの、うん、あ、待って、人参切ってね。プロジェクトの内容、今回のプロジェクトでは皆さんからご支援をいただいてドローンを購入します。そのドローンで山口県の綺麗な映像を撮って SNS にアップします。瀬戸内海には小さな島がたくさんあるので、その島々の独特な風景が魅力的です。地元の人しか知らないような特別な景色があるので、それをドローンで撮って世界中に広めたいですっていうことですね。縦にすればいい。プロジェクトの展望、ビジョン。今はまだコロナが落ち着かなくて前のように旅行に行けないので、僕が撮った映像を見てまずは山口県に興味を持ってもらったらと思います。コロナが終わっていろいろな人に山口県に来てもらえるようになればいいと思います。四季を通して山口県の自然の風景を撮り続けていきたいです。
そしてドローンでもっとうまく綺麗な映像を撮れるようになって、いろいろな人に見てもらえるように努力したいと思ってます。うん、だから俺が大物を釣り上げるシーンとかも撮ってくれるってわけですよね。そういうことですね。プロジェクトの実行について、本クラウドファンディングで実施するプロジェクトとリターンでは 200g 未満のドローンを使用するため資格は必要ありません。 30m 未満に人がいなければ許認可は必要ありませんの。なので基本的に人がいない時間帯で早朝とか夕方に撮影をするつもりです。平日必要な場合は許認可を申請いたします。このドローンでは資格が必要ありませんが、近々資格を取りに行く予定です。すごいよ彼はね。無人航空機ヘルプデスクに確認しました。確認済みです。でプロジェクトの終了要項なんですけど、運営期間は7月1日から9月10日までの間に始めるんですよ。このドローンを使って撮影すると、いろんなところをね、ということで。じゃあその間俺たちめっちゃ移動するってことですか。めっちゃ移動します。大三島行きたいな。でまず寄付額1000円の場合だとこういう感じね。僕が撮った写真をメールで送らせていただきます。ドローンで撮った写真をメールで送らせていただきます。動画が一番俺は欲しいけどね。動画ね、いいね。編集したらやって。で寄付額5000円の場合はどうかというと、お礼のメッセージと写真をメールで送らせていただきます。お礼のメールと僕がドローンで撮った写真をメールで送らせていただきます。いいんじゃない。もうまだ7分経ってないと思う、はい、じゃあ次、1万円。じゃあ5分になったら1万円を寄付する場合、今回はその場合はね、お礼のメールと写真と動画をメールで送らせていただきます。動画ね、うん、編集ちゃんとしてあるやつ。そう、ドローンで撮った動画がね届くということですよ。いいです ね。そしてさらに最終経費1万5000円を、入れてくれた方の場合は、心配なのちょっと食べてみて。いいよ。お礼のメールと写真5枚と動画をメールで送らせていただきますね。ということですよね。だからフリースクールの宣伝にはなりますからね。フリースクールの宣伝はまあとりあえずいいや。今回のこのプロジェクトをガチでもう成功させたい。成功させたいね。ああ。いやマジで皆さんちょっとね考えてみてほしいんですけど、中学生がクラウドファンディングで14万円ね集められる。世の中ってなんかすげえ夢があると思いません？中学生って大体面白いことを思いつくじゃないですか。それで大体はまあお金がないから諦めなさいとか言われるわけですよ。でもね、実際お金があって面白いことが実行できたら世の中面白くなると思いません？僕はこれはすごいいいなと思うんですよね、うん、ってな感じなんですよ、ね、じゃあもう沖縄行く時も取れるってこと、うんうん、沖縄にね、行くときもドローンを持って行って写真を撮るかもしれないし。もうなっとよ時間。まあ今回ね、心配なのかって。じゃあいろいろありますけれども、一本でいい。特に逆になんかドローンでこんな風景撮ってくれとかそういうのがあったら、ここで硬いよ。なんていうかな、1000円でも入れとくと、あ、硬いわ、ね、彼がドローンを使ってそういう景色を撮ってくれるわけですよ。まあ俺も直接言えますけどね、ここに帰ってもらったら家にこう勝ち込む勝ち込みに行く。なるほど。どん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 誰もコメントしてくれる。それはねやっぱね、いいですよね。あ、そうだ、じゃあねこれをね次に僕の、LINE グループで一斉に巻いてみたいと思います。企画化した。俺は本気です。どんなグループがあるんですか。ですね、僕の LINE 公式ってのがあるんですよ。この LINE 公式に58人の方が登録してくださってるんですけど、そこにですね、ばらまく、ばらまきます
もう一本食べようか。こんにちはと。食べたいだけだ。なんかこれ色変じゃね？ガチに巻きますよ今から。見ててください。焦げてって。こんにちは。今日は、うん、うまいよ。柔らかい？うん。今日は。じゃあ切って。中学生が。何を？自分中学生がクラウドファンディングを始めたので、今日はお願いがあって。お願いがあってご連絡してます。ある、中学生が自分のやりたいことをするために自分のやりたいことを、実現するためにクラウドファンディングをのプロジェクトを始めました。お、ね、を始めました。春中学、あの子何年生？3年生か、ん、多分3年生、3年生か、3年生です。3年生がこれでどうするの？火つけて、はい、弱火強火、弱火煮詰めまでして、そして募金を、なんかボール取ってきて、ボール、うん、なんでこの中にボールに移して、なんだ、煮詰める、はい、違うか、彼は恐怖であるそうです。火ついてる、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 説明まで出して、つまり本気のことです。1年の、え、今日、今何年の3、4、4月や、ね、ショーティー焦げる、くっつく、早くやって。私が重いんじゃないですか。冷蔵庫入れとったもん。冷蔵庫やん、これ絶対。冷蔵庫や。冷蔵庫じゃない。え、これ、あれなの？これ古い方のバター。でもオリーブオイルやった。これが新しい方やわ。やった。うん、え？え、これもしゃもしゃするくらい？これいける。焦げそうや。バター入れる？ノーシー。入れようや。あ、焦げそうや。入れるよ、ノーティー、ノーティー、入れるよ、はいはい、ちょっとね、
こんくらい、うん、え、一人分ずつ作っていくの、一気に作った方がいい、いや、一人分ずつでいい、こんくらい食べる、うん、こんくらいでいい、おお、入れすぎ入れすぎ、早く混ぜて、ブラックペッパーとチリだ、はい、どんくらい入れるか言って。入れる？もう絶対もしゃもしゃする。弱火でやらんと。ウインナー入れる？ウインナー入れて。何個？小松さん一人来ましたよ、ありがとうございます、宣伝は大丈夫ですか、ちょっと読み上げて、俺なんで今 LINE で今ですね、何してるんですか、僕の公式 LINE、 LINE 公式に僕今コメントに貼ってあるね、クラウドファンディングのプロジェクトを紹介しています、はい、もうで、はい、まあ、芸術の方からね、こういう感じで楽しく、ね、え、なんミスった体験してるんですけど、まあ、そういう中でね、彼はこうドローンでいろんな景色を撮って、自分はね、そういう、動画とか制作できる人になりたいっていう夢があるんですよね、あ、そうなんだ、だからその夢を応援してあげたいと思って書いてます、誰でも気軽にできるっていうのがいいですよね、クラウドファンディングは、いいんじゃないもん、ちょっと食べてみて、多分美味しい、もしゃもしゃして、いや、熱いて、いや、熱くない、俺大丈夫、あ、薄いやろ、ナポリタンよ、薄いよ、でも、うん、もうちょっといい、もうちょっといい、あ、二人目コマさん来ました、ありがとうございます、こんにちは、そう、もしゃもしゃだけはやめて、よし、待っとくわ、弱火にする、もううまそう、はい、いいよ、もう、え、やばいやばいって、多すぎやって、目、ね、もったりしてるけ、え、めっちゃ困った、うまそう、もしゃもしゃ、見てないすごいすごい、めっちゃうまそうにできてる、やるやん、よし、お、食事準備、ちょっと食べてみて、食べるだろうね、でののっていう、あと自分の分も作らんといけんっていう、いただきます、どう、あ、うまいよ、もういい、え、いいよいいよ、もうちょっと塩入れる、いや、いや大丈夫です、はい、できた、足伸びる、はい、ありがたき幸せ、我が君、わ、お、ぬちゃぬちゃ言うと、小松さんの分も作っちゃいけて、小松さんも食べる、これはいいよ、俺お金出しないし、うん、とりあえず食べてみて、はい、ごめんなさい、コメントしてます、しました、美味しそう、大丈夫、美味しそう、美味しいよ、ちょっとこれ焦げたから新しいやつで、入れる、
でもここにあるんか。じゃあ茹でたんか。じゃあいいや。ついた？ついてるか。美味しい？うん。うまいっす。よかった。これがジャパニーズ。絶対これののっていうのあれやろ。は？いや違うよ。名前ならしやすいけん。やべ、溶けた。あ、よっけんや。やばい、溶けた。帰ればじゃん。ほんとや。ちょっと後でこれやろう。あ、すっ。小松さん、これ見てください。どうですか？これもしゃもしゃしてないっす。マジすごいっす。なんでだろう。なんかあれだよね、俺たちがこないだやったときはさ、もしゃもしゃしとったもんね、うん、めっちゃもしゃもしゃしとったけど、なんか小松さんめっちゃコメント来てます。ありがとうございます。シェフさんが新たにマナポートに来たんですね。シェフっていうかメンバー。シェフやな。シェフです。シェフじゃないですよ。シェフですよ。シェフじゃないですよ。そうなんですよ。いや、そうなんですよじゃなくて、パッサン。いや、うまいっすね、本当に。よかった。いや、すごいね。じゃあ、木曜日はパエリア作ってもらいましょうか。パエリアはあんま美味しくないですね。私は嫌い。ねえ、パエリアかな。うん。多くない？大丈夫？火が強いんじゃない？火消したけど。ね、なんで消す？弱火にしてって。小松さん、ちょっと次どうですか？一口でも食べてください。うん、はい。どうぞ。じゃあ一口もらおうかな。ほんとね、上手に作ってるわ。あの、なんか、あれみたいな、あの、なんかこう。わかるかなー、こう昭和の喫茶店の、あー、はいはいはい、わかる。また大河ドラマじゃないけど、なんか朝よく、なんていうんですか、朝ドラみたいな、朝ドラとか出る、なんかああいう、なんか安定の美味しさ感がある。うん、それほど美味しくないですね、多分。食べます。これでもじゃあもう気に入ってもらう。いや、本当に甘いわけない。でもね、なんかこういう感じで、料理とかしてみんなでさ、食べるってさ、うん、まあ、いいよね。いいですね。純粋に楽しいと思うんだよね。残りこんなにダメージ。マスさんと二人で分ければいいよ。あ、そうです。うまいですよ、本当に。なんか味付けもなんか濃くもなく薄くもないみたいな。あ、よかった。じゃあいいとこ行きたいね。しかもそれを目分量でやってるんですよ。目分量、私大体目分量。慣れた人や、もう慣れた人っすよ。目分量でやって、なおかつ味もちょうどいいっていう。俺さ、なんかソーティーで一緒に褒めてるんですけど。いや、それがソーティーの本性だね。え、いつも褒めるの。そう、いつも褒める。で、時には裏切る。うわぁ。まだ入りました。あの、ブルータス、お前もかみたいな感じで。一人一人ですか、ブルータス。昔流行ったんですよ。え、はい、うん、ちょっと火強くして。部活で。部活で、うん。ブルータス、お前もかって、それ、カエサルですか。あ、そうなんですか。これか、あの、裏切られるんですか、それは。そうそうそう。いろんな人に裏切られて、ブルータスって、自分の忠実な部下がいたんですよ。はいはい、そいつまで予約してたから、グループしてない。いや、さっきの伝説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 のね。すげえな。俺も弁当あるんですよ。ゴゴティがやっぱ合う。今度、え、一番得意なのは？いや、何でもいけるよ。
マジか。でも炊飯器は米がさ、炊飯器ないけどさ、米料理はやめてほしい。パエリアは？パエリア米料理。炊飯器とかもね、なんか出てきた。じゃあ俺ここに住みますよ。永住。俺は農地が稼いでたお金パチンコです。おい、くそ。いや、無理、私ちょっとお尻見すぎて。美味しかった、うん、もしかしたらその星がどの地の将来の星と対決とか、その星が俺かもしれん、うん、知らずに納豆かもしれん、うん、ごめんけど、違うね。俺がアイドルになってよくよく顔見てみたら、そうってなって、うわ、こう人密寄ったみたいな。ごめんなさい、そういう地獄をなったらいい。アイドルになる？ならん。ならんやろ。マジ肉。ね、何入れるんっけ？そっか、これか。美味しくいただきました。今入れてます。はい、入れてますよ。え、これもう全部入れよ。全部入れる？うん、これはもう皮と部分やけど。今日親で泊まったあれ一本ですよ、うん、あの、あれを取りに腹の目とか取りに自分の取ってみようと、お母さんのおじいちゃんの、うん、入ったもん、タラの芽が。しかも山じゃないんですよ、平地に生えてる。父さんの皆さん、タラの芽知ってるかな？え、知ってないと思う。天ぷらでもよかったかもね。え、マジで？なら今度天丼作ってや。いいけど、あの、材料費が高くなるよ。いいよ、天丼。エビとかさ、エビのさ、背わた取ってよ。背わた？背わた。知らん。背わたやってって。なんかさ、背中にさ、綿があるけどさ、それ取って。私それさ、取るの嫌いなんやね。エビ触りたくない。エビなら釣ってきちゃうのか。うん。そりゃ、草のエビ取れるんですよ。あんで。こんなでかい。今俺ピーマン生で。知らんすよ。困ったんか。そうち、ちょっとこれ食べてみて。え、俺？うん。実験台なの、これ。うん。実験台ない。熱いよ。熱いよ。あ、ちょうどいい。ちょうどいい？困ったんか、ちょっと。美味しいんだよ。そうち、お皿取ってきて。はい。はい。困ったんまい。で、小松さんが食べて感想言ってもライブ終了ですね。とりあえず。じゃあそうしましょう。はい、どうぞ小松さん。ちょ、待って待って待って、具入れてない、具入れてない、具入れてない。ありがてえな、人間っていいな。ピーマンは入れてますかって。入れてる。入れてます。入れてます。はい、どうぞ。さ、人参も入ってます。人参とピーマンと玉ねぎ。ちょっと今からカメラ寄りますね。はい、カメラここ、こういう感じです。うん、めっちゃうまそうでしょこれ。いいよね。ピーマン入ってるし、人参入ってます、ウインナー入ってます。なんかもうザ・ナポリタンみたいな。ちょっとね、いただいてみたいと思います。あ、顔がの、ちょっとティノさん、はい、うん、おいしい。お、よかった。うん、めっちゃいいよ、おいしい。
ちょっと具が少なすぎるんで具あげます、うん、あ、いいよいいよめちゃめちゃ美味しい、ほんまに。なんかこの間俺らが作ったのと違うね。全然違う、俺のあのモシャモシャしとったの。なんでモシャモシャしたんだろう。あれ水、これお湯入れてない。あ、結構入れた方がいいのかな。いや、私はあんま入れてないですね。めっちゃモシャモシャしてさ、もう食べるのも食べづらいみたい。うん、おいしい。皆さんはパスタ好きですか。パスタ、ナポリタン好きですか。あれ終わり、うん、やったわ。そして最後、もう念押ししますよ。ナポリタンが好きなあなたに送りたい言葉があります。よかった、ちょうどいい。今僕たちの仲間がですね、ドローンを買いたいということでクラウドファンディングを今日から始めました。目標額14万に対して、募集期間は30日間ですね。うお、で今ね早速、1000円ほど入ってますよ。皆さん一人消えましたでこれね、もっとね彼ね実名まで出してあれなんですよ、マジで集めにかかってますからね。中学生がここまでやってるわけですよ。だから本当ね僕はね応援したいと思って、まあ、うざいと思うんだけど、これ正直聞いてて うぜえよって思う人もいると思うんですけど、これ住所教えた方がいいんじゃないですか、うん、そしたら来るかもしれないですよ、ドローンいっぱい。あ、ドローンが、うん、ものが、ものが、あ、でもなんか買いたいものがあるんでしょ、うん、なんか買いたい方があるんでしょ、なんかね。え、なんかめちゃくちゃなんかもう200万とかするから届くかもしれないですよ。なるほど、それもいいです。住所言います、はい、いや、いいですとりあえずそのこのプロジェクトの中で望まれていることをやり僕は言っていきたい、ね、それで、まあ、早い話が、このね中学生がドローンを買いたいっていうことなんで、皆さん寄付お願いします。レディフォーっていうねサイトから集めてます。カメラ見た方がいいかもしれないです。レディフォーという、サイトで集めてます。レディフォー、うん、レディフォーで、ドローンって検索したらこのプロジェクトの出てくるんですか。画像が、うん、出てくるんで、へえ、お願いします。で自分はちょっとお金入れるの無理だなっていう方はもしよかったらねツイッターとかで拡散してもらったら嬉しいです。ということで、今日はナポリタン作りライブでした。ブラックアウトで終わり。ありがとうございます。ありがとうございました。おいしい。なんでおいしいのこれ。いつもこんな感じ。